始まりました。陶芸細工亀の,矢の葉屋の「早でございます。このネット上の屋台にふらっと立ち寄ってくださった方、また、えー、いつも来てくださる皆様、本当にありがとうございます。雑談解説交えてお送りします。一つの粘土がですね、形を変えていく様子を、えー、ゆっくりお楽しみいただければと思います。 雑談とか解説の方がいいかなという方はお好きな音楽をミュートにこちらの動画の音声をミュートにして流していただければ幸いです作品トーク動画の技術なんか成長を見守っていっていただければなと思っております今回はキツネを作っていこうと思って でえー、手を一生懸命動かしているところですね。えー、きつのイメージ、やっぱり耳だったんで、最初に耳を、えー、ひねり出し、えー、顔を形成して、えー、現在は後ろ足の方を調節しているところですね。きを作るのはですね、初めてでしたので、えー、 参考資料を、えー、見て、それにインスパイアされた形で、させてもらった形で作ってます。というのも、一番最初に上げさせていただいたうさぎの、えー、動画、あれなんかも、あの初めて写真を見て、えー、作ってみたんですけど、うさぎをですね、見させていただいて、で、うさぎ作ったんですけど、 写真のイメージってやっぱりすごい勉強になるしすごい重要だなということでツイッター上でいろいろこう見てみたらいろんなやっぱり動物好きの方とかですねあとあのびっくりしたのがあんまり知らなかったんですけど動物園の,あの公式ツイッターのアカウントっていっぱいあるんですね 面白くてていいいっぱい漁っぱちゃいましてで今回の狐の方はですね、えー、広島市、えー、朝動物公園さんのツイッターの方の狐、えー、の、えー、画像を見て、えー、そこから、えー、インスパイアをしてですねインスパイアされて作っておりますん朝っていうのはえっ、ー、と 安,安心のあに、えー、佐藤砂の切り餅の佐藤のさで、朝と、えー、漢字で書くようです。で、その写真が、こう、尻尾をですね、くるっと体の周り巻いて、かわいい感じでですね、そう、きつね団子ということで、<laughs> えー、ちょっとそれにですね、ぐっと来て、 えー、そうか、狐作ってみるか、つって、えー、作ってます。そうですね、この耳をこういじりの、顔をいじりキの。狐ね、やっぱり、まあ、でも写真見て写真の通りに作るというよりかは、うん、なんかこう、それをデフォルメした感じにしていく。 感じになってますねやっぱりね。でそうそううんでで「でハッシュタグキツネってのがくっついてたんででポチってましたらあのー、もっと面白いキツネのというかもっといろいろなしキツネの写真がやっぱり出てきてでかつ、うん、全く知らなかったんですけど「蔵王キツネ村」 って言うんですか、ね、読むんですかねザオウキツネ村という、ね、ハッシュタグを発見し、<laughs> えっとそういう場所があるということを発見し、大発見でした。そして素晴らしい写真の数々。で、その座オウキツネ村自体もちょっとぽちぽち調べましたら、ちょっと興味あります。かなり。 大自然に100頭を超える狐が放し飼いにされていると。皆さんご存知でしたかあま,まあちょっと狐に興味があってね、ここ覗きに来てくださっている方にとってはちょっと、まあ、常識なんでしょうけど、まあちょっとただの動物好き、陶芸に興味のあるっていう方はですね、あのちょっとぜひちょっとあの聞いて帰っていただきたいんですけど、あちょっと今あの。 映像的にはハイライトシーンですね。尻尾をいかに巻くかというシーンに差し掛かっておりますが、くるっとね。あでもね、尻尾ね、こんなに短くないんですよ。そして体がこんなに収まってないっていのもね、ちょっとね、リアル写真を見るとね、ちょっとずれてるんですけど、でもまあちょっと足のディテールとか見えるからいいかなーっつって、今回は。 やってみてみますね、まあそうじゃないのも作ってみたいですね。ああで,でこの蔵王狐村ねその園内に森があってでそこをまあ歩いてると放し飼いされてる狐がいるのでまあその衣服引っ張る狐がいたりとかその、まあ、いろんな そのせキツネの生態を見られますよっていう場所でキツネの種類も、まあ、一種類じゃなくてキタキツネとかそのギンギツネとかうーんとその北極ギツネ白いやつとかもいるそうですうん機会があれば足を運んでみたいですねでまあそれだけじゃなくてまたそこからポチポチしてましたら <laughs> キツネ写真館さんという、えー、ところも、あのホームページもね発見いたしました、えー。さらに素晴らしいキツネが、えー、満載でした。まあね、ちょっと楽しみというか、見る楽しみができましたね。あ今カットが入ったんですけど、あのスキンケア、えー、体のひびとかをですね、 直しまくってる時間が、えー、3分4分ぐらいございました、えー、この動画自体は、えー、全体で19分ぐらいの、えー、編集になってますけれども狐つね制作全ては25分ぐらいかかってますねやっぱり新しいポーズを作ると時間がかかります今は、えー、形を 整えながら、えー、どこら辺に花つけようかなとかそういうことを、えー、脳みその中で巡らせているところですね。あはいそうですね。花を今から作ります。まあほんにその蔵王蔵、えー、王のその狐村それからその写真狐写真館さんの えー、写真からするとですね、ほんとこの私の初,初作った狐のディテール甘いっすね。超甘い。ねえ、コミカルに作ってるとはいえ、尻尾とか、足とかね、ちょっと全く甘いんで、またちょっといろいろ写真をちょっと見させていただいた上で、ちょっとどんどんこう、 まあいろんなポーズも見受けられましたんでね。ちょっと作っていこうかなーって思っています。ねちょっと深いですね、きつね。なんか犬とも言えず、猫とも言えず。まあ、なんか生物学的にも、なんか生物的にもいろいろあるんでしょうけど、ちょっとまあそこら辺も調べてまた喋ってみようかな。ね興味深い。 生き物ですすごく今鼻をねくっつけてますね、えー、鼻はやっぱりひねり出そうとするとちょっと不格好になりがちですので丸いのを、えー、粘土と粘土の表面をですねギザギザに いじめた状態にしてでそこに、えー、粘土を溶かした土銘をたっぷり塗ってギュッとくっつけ、えー、引き伸ばしてですね鼻のパーツの一部分をちょこちょこっと引き伸ばしつつ完璧にくっつけることを目指しておりますキツネの顔ってね んまたなんか独特なものがあって、うん、作りがいがありますね、うん、耳もねもっとこういい方法がないかなキツネのかわいらしさってまた猫、うん、犬とは違うかわいらしさが あります、ねまあどんな動物にも言えるところなんですけれどそうそううん、うん、かわいらしいキツネといえばですねちょっと興味があったので「世話焼きキツネの千子さん」というえー、アニメをですね見てみましたこの度えー、漫画もあるようなんですけれども ちょっとあのー、好きなゲーム実,実況者の方がいらっしゃってですね、えー、その方が、えー、ちょっとあのー、好きのよう、お好きのようで、それをこうネタにしていた、えー、時期もありましたんで、まあ、名前は知ってたので、キツネかーと思って、このいい機会だからと思って見てみたんですよね。3話分見,やし見ました、3話分。 で、ここからも見ようかと思います。見続けてみようかなと、最後まで。まあ、ざっくりちょっと内容を説明すると、うん、疲れたサラリーマンの主人公、中野っていう、えー、男のところが、男がですね、ある日、うちに帰ると、狐の姿をした神の使いがですね、ご飯を作って待っていると。で、その神の使いは、 千子さんという名前の狐、まあ、なんですね。耳も生えてて、で、尻尾もあって、っていう、なんか、まあ、なんだろう、服装自体は、なんですかね、日本風みこさんじゃないけど、まあ、なんかちょっと、あのー、神様チックなね、なんか、シンプルな、えっ、ー、と、衣装の、ええー、ちょっとね、あの、ちっちゃい子に見えるんですよ。 まあ、いわゆる幼女に見える、えー、大きさの千子、えー、さんが,が来るわけですね。で、彼女は中野を、その主人公の中野を世話をするために来たと。で、その彼を存分に甘やかしにやってきた千子。で、彼女がこう、もっともっと甘えさせてや、甘えさせてみせるからのって言うという。<laughs> 1> 第1話から始まるっだろううーん絵はわりかしシンプルでポップで愛らしい感じでうんもうともかくね疲れた現代人は癒されたいんですよねやっぱね <laughs> こう癒されたい現代人のあれやこれやをくすぐる内容で もうね、甘えたいわけですよ。あの、ね、疲れたよ。現実。甘えたい。人間って甘えたい。それをこう、ガンガンに、あの、あの甘えさせてあげるよっていうオーラをファーって、こう、千子さんが出し、出しててくれて、それをこう、こう、ありがたく受け取るみたいな。 感じ、うん、なんだろうなんだろう純粋にもうその世界にとっぷりつかればなんかはあってとりあえずさせてもらえるみたいな、うんまあ、単純に動物好きとしてはいやーこのモフモフしたいなーっていうあのあの尻尾も大きいしねなんか先行さんのなんかそういう気持ちをちょうどよく満たしてくれるのも いいですし、まあね、その千古さんっていう存在がずるい。<laughs> 獣でね、見た目は幼女で、でも、800歳なわけなんですよ。まあ、はてなマークですけど。で、その、800歳で、その超越した年上で、その上、神の使いなんですよ。ずるいですよね。なんか <laughs>、抜け道がもう、 バッチリっていうか、ね、まあ現実の女子では現実の世界では絶対に得られないものですからねまあなんかアニメ漫画だからこそってのもね世の中にはいっぱいあふれてますけど本当この設定とこうそのなんかこう求めてるものをそれにマッチしたもろもろいやすごいっすよ <laughs> うん。 なんか、甘えていいんだぞとか、甘やかしたい、甘やかしてやろうとか <laughs>、で、ナチュラルに幸せがうんぬんとかね、キーワードとして出てくるっていうのはね、なかなかこう、耳にできない言葉ですよね。今のいろんな作品見てても。そのキーワードをね、なんだろう、こう、素直に、頭空っぽに、正直にこう出さ、出させてもらってて、それをこう、 なんだろう。受け取れ、受け取れってされてるから明日受け取るよって、なんかさせてもらえちゃう作品でしたね。うーんで、お、で、1話終わるごとに、スーパー千古さんタイムってのがあって、もうね、アイドルのイメージビデオみたいな視点 うん、自分が主人公の中野になった視点で、千子さんに癒されるっていうコーナーが存在していて、<laughs> 狙って狙うべきところをつくコーナーまで作ってね、いやー、罪作りですね。<laughs> 必要としてる人はいっぱいいますからね。なんか私もその中の一人なんじゃないかなってやっぱ思いましたね、なんかね。うん。3話しか見てないですけど、 あれれです見ますすいままこれから先もキツネ作るるしその度にきっと喋ると喋思います皆さんもあのあ今口を作ってる状態ですかねあまたちょっと話を差し挟んであれですけどうーん皆さんもねお口に合うかはわかりませんがまあここまで聞いて興味のある方は是非覗いてみてください 甘えたい年頃の全ての年齢層の人に送る癒しの時間になる可能性を秘めております。ええー、さて、えー、手元の狐の方ですが、えー、尻尾を確認したり、えー、肌荒れを直したりしながら、完成を 完成間近って感じですね。うん、もっとねいい、いいポーズ、ディテール作りたいですね。写真いっぱい、あの、ザオ狐キツネ村さんとかシシ、キツネ写真館さんとか、あと、広島のアサ動物公園さんのやつをちょっと見て、えー、研究していこうと思います。さあ、近くで見てみましょう。 うん。あ,あ顔が甘いですね。全然甘いないろいろやりたいな頑張ろう。いい感じにしたい。それでは、えー、ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。いい感じだったなと思っていただけましたら、えー、画面内右下の犬マークからチャンネル登録、えー、それから下の方でグッドマークを押していただけますので、えー、押していただけると嬉しいです。 では、えー、またどうぞこちら屋台陶芸細工亀の屋またのぞきに来てやってくださいあ横向きいいですねいろんな角度からいい感じにしたいですねうんそれではではではまたお会いしましょう